皆さんこんにちは、前橋でございます。市長の定例記者会見お出かけいただきましてありがとうございます。まずは45日特区の方も順調に進みました。今ちょうど半分でございます。その中の一環として、中核市市長会を開催し、全国から中核市、そして中核市に移行予定の特例市の市長さんにもお集まりいただきまして、グリーンドームおよび臨港閣での大きな市長会を開催することができました。各市もお取り組み、取り上げていただいた市もありますが、改めましてお礼を申し上げたいと存じます。私自身実感をしております。前橋市には人をおもてなしをする魅力、そして力がある。そして市民を挙げて全国から大勢来られたお客様に対しての、おもてなしの心があると、そう私は実感をしたところでございます。そんなことも含めまして、今日の会見を始めさせていただきます。その大きなおもてなしの一環として、前橋市におきましてはスポーツコミッションを設立し、県大会、関東大会、そして全国大会、あるいは機会があれば世界のアスリートにお集まりいただくような大会を取り組んで支援していく、その意味での今回スポーツコミッションという事業を行っております。その第1号として今日代表者である世界空手道連盟極真会館館長の松島館長にもお出かけをいただいておりますけれども、こちらにありますように前橋では来年11月に世界の極真会館の空手選手権を開催するという大変な名誉をいただくこととなりました。ここでまずは館長先生をご紹介をし、ご挨拶をいただきたいと思います。松島先生、よろしくお願いいたします。それでは国際空手道連盟極真会館代表の松島義和様にお越しいただいておりますので、皆様にご紹介をさせていただきます。ただいまご紹介に上がりました、NPO 法人 IKO 松島国際空手連盟極真会館の理事長をやっております松島義和と申します。よろしくお願いいたします。今市長さんからお話がありました通り、来年の11月の26日の土曜日、27日の日曜日に前橋市民体育館において第5回 IKO 松島オープントーナメント全世界極真空手道選手権大会、全世界ウェイト制女子極真空手道選手権大会を開催することに決定いたしました。10月にヨーロッパのスウェーデンでヨーロッパ大会を開催いたしました。終わった後国際会議があり、そこのところで私が各支部長の方々に、来年の世界大会は前橋市で行うことになりましたということを報告させていただきました。山本市長をはじめ市役所の方々が全力で私たちの大会をサポートしてくれることになりましたので、どうか 各国の支部長も全力でこの大会をサポートしていただきたいということをお話しいたしました。大変各国の支部長関係者の方々も大変喜んでおりました。3月で前橋市民体育館の工事が終わって、新しく体育館がきれいな状態で私たちにお貸ししていただけると、そして冷暖房が可能であると
今までは、前回までは第4回までは伊勢崎市民体育館で行ってきました。11月の末になりますと、だいぶ体育館の中も寒いんですけども、今度は心配する必要ないと。ぜひ皆さんも、冷暖暑い国から来た人も大丈夫だから、ぜひ多くの人に参加してもらいたいということで、万丈一致で皆さんが前橋市に来て、大会を盛り上げてくれると思います。レベルの問題は問題ありません。イラン、ロシア、それから中東、ここのところは中国、この点がこの人たちの各国の中でもイラン、ロシア、それから中国、この三本柱が相当強いです。そして中東の選手、これも非常に強いですね。チュニジア、アフガニスタン、イラク、ここからも選手が出てきますけれども、大変レベルが高いです。大会の時に、先日お忙しい中、山本市長さんとお会いして、私たちの空手に対しての考え方を述べさせていただきました。世界大会をやることによって世界各国から集まります。今皆さんもご承知の通り、アフガニスタン、イラク、中東、それからチュニジアから始まった、いろいろその国の政治に関しての問題が頻繁に行っておるし、また IS の関係で毎日テレビを見ることによって人が死んでいく。私たちは大会をやることによって、民族、宗教、思想を超えて全員が来年の11月に世界各国から前橋に集まり、各国の支部長はじめ選手を思想、民族、この手は違いますが、求めるものは同じであります。武道精神です。これによって少しでも世界各国の国で今問題が起きている政治的な問題が少しでも解決され、本当に小さい子どもの命、または弱い人たちが戦争に巻き込まれながら亡くなっていく。昨年5月に私のところへウクライナの支部長が来ました。そして私の自宅に約2週間ぐらい滞在しました。たまたまテレビをかけてましたら、ウクライナが、皆さんもご承知の通り、ロシアがクリミア半島にもうちの支部があります。そしてウクライナの東部のドネツク、私が2年前にそのドネツクでヨーロッパ大会がありました。そして支部長をはじめ関係者と一緒にその町を車で観光してたわけです。そしてその時にその支部長がこういうわけです。ここは市役所です、ドネツクの市役所です。ああ、立派な市役所だなということを私は彼に言いました。そして帰ってきて、今年の5月にどうしても私のところに行きたいというので支部長が来ました。でテレビを見てましたら、ロシアからの一方的な戦略ですか、政治的な関係で、ドネツクの方まで今、まさかと思うようなことが起きているわけです。そして官庁寂しいんですと、どうしたんだと、その支部長に話したら、その、戦争じゃありませんけども、
そのアクシデントに同乗生が巻き込まれて亡くなったというわけですよ。本当に彼は真面目に空手をやりながら働きながら一生懸命道場に来てましたと。何にも悪いことしてませんと。でそのために、亡くなったんですということを私に話するわけです。なんとかクリミア半島もないですね。問題があるわけですね。政治的な問題があるわけです。チュニジアもそうです。イスラエルとパレスチナも問題もあります。先日ヨーロッパで行われたときにパレスチナ、イスラエルからも支部長はじめ選手も参加しました。で終わった後私のところへイスラエルの支部長と選手、パレスチナの支部長と選手、一緒のテーブルで食事するわけです。食事して話しするわけです。まあここは空手の世界だから政治の話はしないけども、君たちも十分体に気をつけて空手の修行に精を出してくださいと。本当に残念なことであるけども、イスラエルとパレスチナ、またはイランからも来ました。イランの支部長選手とも話しました。食事しました。イスラエルとイランの問題も政治的な問題があります。だけどもみんな一緒に食事をして、で一緒に話をして、楽しい時はみんな笑うし、悲しい時は泣くし、痛い時は誰でも痛いという言葉が出るわけです。そして選手同士が戦う時にはやっぱし上位に入ってきて素晴らしい技を見せるわけです。その時は一切イスラエル対イラン、イスラエル対パレスチナ、一切問題ありません。一緒になって応援してる、一緒になって応援してるんです。その姿を見た時に私は本当に空手の人生を歩んでよかったなと。少しでもそういう人たちが空手の大会に来て、またうちの同じ組織に入ってて、で少しでも平和貢献ができればいいなという気持ちでおります。このことを山本市長にお話しましたら、市長もそうですねと言ってくれました。ですから来年の世界大会はただ選手を集めて大会をやるということではありません。前橋市に皆さん来てもらって、そういう政治的なことは抜きにして、みんな同じ人間でありますので、終わった後はさよならパーティーでみんな食事しながら一杯飲みながら歌も歌うし、ゲームをするし、踊りもするし、パフォーマンスをやるわけです。みんな抱き合ってるわけですよね。そういう政治的な問題があるところ、ロシアとウクライナの人も抱き合ってるわけです。イスラエルの人とパレスチナの人は抱き合って、また次頑張ろうよという姿を見たときに、私は本当に世界大会をやってよかったなという気持ちを持っております。ちょっと話がずれましたけども、来年はぜひ全力で前橋で世界大会を成功させたいと思いますので、どうか皆さん方のお力をぜひサポートしてもらいたいと思います。この場を借りて、皆様、市長をはじめ市役所の皆様、また今日来ていただいた、報道の方々、どうか私がちょっと今話した中で少しでもいいですから頭の隅でも置いてもらえば、私としては本当に幸せだと思います。来年はよろしくお願いいたします。おーす。松島理事長さん、ありがとうございました。次会長、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。課長からのお話の通りです。
我々もシティプロモーションで世界に向かってスポーツ大会をアプローチしていく、ただそれだけではないと思います。世界が私たちの常識ではないところのいろいろなカオスの中にいて、この前橋でそれが融和に向かっていけるような、そういう私は名誉ある責任を持って今回の空手道極真会館の世界選手権をお迎えしたいと思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。さて、2件目の案件は農政講演会の案件でございます。こちらのポスターにございますように、久保元樹先生をお招きして農政の講演会を今回企画をすることとなりました。久保先生は土壌肥育度指数、土中における微生物の量を測定をしながらそれによっての農業指導を行うという、まあ、ある意味科学的な農業アプローチの先駆者であります。これを私どもは6次産業化の新たな高付加価値農業の入り口として考えておるところでございます。この講習会には前橋を拠点として農業の技術を伝授する農業学校、群馬中央グリーン学校の学生さんにも参加をいただこうと考えております。いろいろな形の農業振興の一つとして、本市としても取り組んでまいるべきことだろうと考えております。3つ目は農業関係で、同じ農業関係でのお話でございますけれども、農困のお知らせをさせていただきたいと思います。これは市当局自身の取り組みではなく、農業委員会の取り組みでございます。今日は農業委員会の局長も見えて、農業委員さんは見えてないんですね。はい、じゃあ代表して農業委員会事務局が来ておりますけれども、農業委員会の方々がやっぱり農家の農業を行っている男性のご縁が遠いということで、いろいろ企画をしていただいたことでございます。男性はもちろん前橋市で一生懸命農業を行っている若者、20代30代40代、そして女性は居住地を問わず、やはり同年代の女性の方々それぞれ15名ずつを募集しまして、例えば芋掘りやったり、バーベキューを一緒に楽しんでいただいたり、あるいはソーセージを作ったりなどのことを行っていこうとしているものです。昨年の様子がありますけど、みんなで楽しそうに芋を掘っています。そしてその次のペーパーは、何ですかこれ、告白タイムみたいなものですかですね。そして皆さん、カップルも生まれております。ご婚礼のご結婚されております。私たち前橋市で婚姻届を出しました。ぐまちゃんとコロトのこれを、こういうカップルがもう2カップルぐらいおられるんですか、局長。はい、ということでございます。こうにして農業の魅力を、農業を知らない女性の方々に伝えていく、これも本市がやるべき、農業都市としての本市がやるべき当然の取り組みであろうと考えております。最後はこちらでございます。前橋の企業の魅力アクスプロジェクト、これは産業経済の担当者、今日は部長も来ておりますが、ご質問があればまた担当者からご説明を申し上げます。富士通さんの休眠特許、これを前橋市のこの大学生の方々に、それにとその休眠特許を利用してどんな新しいビジネスができますかという、なんて言ったらいいんでしょうか、発明ではないんですね、使い方のビジネスモデルコンテストを開催する予定となりました。会場は群馬県の産業技術センターでございます。当日は県内から14大学の学生さんが来ていただいて、アイデアのコンテストを行う予定でございます。これと同様に全国で11都市が主催する同様の休眠特許のグランプリコンテストが開催をされることとなっております。したがいまして、この前橋大会で優勝した方は全国大会への進出、そこでそれは京都であると聞いておりますけれども、京都で
そのアイデアを全国に披露できるチャンスがあるということです。11月の14日でございますので、ご承知をいただきたいと思います。市長としての今日の会見のご報告は以上でございますけれども、併せまして、札幌1番前橋2番、大好評であります。ありがとうございます。あ、こっちですね。これが箱でございます。この中に12個入っていますけれども、なんと前橋限定箱までデザインされているというところがちょっと嬉しいところでございます。このなんかそば、ラーメン食ってうまいと言ってるこの人も全部これ、あの前橋のオリジナルで作らせていただきました。まあ実は中身はただのなんて言ったしてですね、中身は普通の札幌一番です。ただあまりにも反響の多さに、山陽さんも来年はこの中に本物の前橋のお肉入れたらどうだろうとか、いろいろ研究してくださるようにこれからアプローチしてまいりますので、来年の札幌1番前橋2番はもうちょっとまた嬉しくなると思います。販売先は前回もご承知のように、前橋の駅中のお店であろうとか食の駅さんとか、市役所の地下食堂には売ってないの、生協さんには。あ、そうですか。まあ、ぜひウェブサイトでご覧をいただきたいと思います。早いもの順でございます。こう売れ残ったら困るなと思いましたら、もうなんか残り3割ぐらいしかないと聞いております。まあ、こういう嬉しいご報告が最後にできてよかったなと思います。これで案件のご説明は結びます。ありがとうございました。これより質疑に入ります。今月の幹事社であります東京新聞の川田さんに進行をお願いいたします。すみません、幹事社の東京新聞川田です。案件の質問で、極真の関係はよろしいでしょうか。はい、私よりも館長さんやら担当者がおりますので、はいはい、どうぞ。まずはご質問してください。まずこの大会は、第4回まで伊勢崎市。あ、それでは館長先生こちらの方に。あ、でスポーツコミッションの方も立ち会ったらいかがでしょうか。はい、1回から4回まで全て伊勢崎市だったんです。今まで群馬県大会、全日本大会、世界大会は全て伊勢崎で行ってきました。今回こう前橋、伊勢崎から前橋へっていうのはどういったこう経緯があったというか、やっぱりスポーツコミッションの売り込みがリアルがあったからっていう。まずですね、前橋スポーツコミッションの、からのお話があってですね、そして、前橋市役所の方と、お話ししたらですね、全面的に協力しますという話をいただいたので、じゃあぜひ前橋でやりましょうということになりました。さあ、これ第1回は、これ逆算していくと何年に、第5回逆計算して第5回、4年に一遍ですね、4年に一遍ですから第5回が来年ですから、そうすると96年でしたかこの頃ちょっとなかなか思い出せないんで、全体 その加盟しているその世界各国の選手とか、国の数とかっていうのは、各国にですね、うちの組織に加盟しているのは約60カ国あります。で、大会の選手はですね、男子は無差別で、まあ、希望としては最低でも128名無差別ですね。階級ありません。階級なし。相撲と同じです。で、トーナメント。そうです。だから、それで女子はですね、ウェイト制3階級になります。重量、中量、軽量級です。
そして中量、重量、軽量級で、軽量級が55キロ以下、中量級が 55.1 キロから 62.5 キロ未満、それから重量級が 62.6 キロ以上、どうしてもですね、海外の選手の女性の体型に合わせてこの数字は出ました。日本人を中心にするとどうしてもですね、海外の人の場合は重量級になりますと、まあ、皆さんも承知の通り、まあ、若い時はスラッとしてそれがだん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 らしくと、もうこうなんですよね、もうロシア人がここまでもう重量級ってもう90キロの人もいますし、もう本当にたまげますよね。で、女子の、ぜひ皆さんに当日ですね、土曜日が予選で日曜日が本戦になりますけども、まあ時間でもありましたらぜひ見に来てもらいたいんですけど、男性よりも女性の組手の方はスピード感はあるし、技もテクニックもものすごくうまいですよね。これが女性かなと思うぐらいですね、技術は抜群です。この国際大会っていうのはその4年に1回しか開かれてなくて、そこで世界ナンバーワンを、そうです、日本ではですね、私が連盟の会代表になってもなってるってことと、世界60カ国の支部があるわけですね、うちの組織の中で。それで本部がですね、前橋が本部になってるんです。その世界各国の本部、総本部が前橋、私が前橋の西片貝町で同時にやってるんですけど、そこは本部になってるんです。これ特にその前までにそのヨーロッパ大会とかアジア大会とかそういうのがあって、そこから選ばれたというわけではないですかね、その大会出場するための資格というか選手。私の方が考えているのはですね、世界大会4年に1遍日本で行いますね。で、ワールドカップが4年に1遍海外の持ち回りで海外で行われるんです。で、来年はちょうど4年目にあたって日本で無差別の世界大会を行います。で、来年の2年後ですか、それは今度は無差別じゃなくて全て階級別ですね。それは海外のワールドカップで行います。で、来年の世界大会をやった後、国際会議がありまして、そのところでワールドカップをどこでやるかと。それが今手を挙げているのがですね、中国の上海、それからロシアのモスクワが手を挙げているんですね。で、来年のその国際会議の時に、中国の上海でやるか、ロシアのモスクワでやるか決定いたします。日本では4年に一遍無差別で行います。わかりました、ありがとうございます。あとはスポーツコミッションの方よろしいですか。これ、今回この極真のこの世界大会を招致しようって思われたのはどういう理由でここにアプローチをかけたんですか。まだ、設立、今年の4月に設立されまして、やはり前橋の、なんですか、そういったスポーツの振興に向けていろんな大会に来ていただこうということで、館長からお話を伺ったときに非常に素晴らしい大会だったのですから、ぜひ前橋で開催していただきたいということで、招致をさせていただいた次第ですが、前橋市により設立されたスポーツコミッションというのは、スポーツコミッションの組織としてはどういう組織体になっているんですか。前橋市が各スポーツ界であったり、前橋の経済界であったり、そういった形を構成してできた団体なんですけども、そしたらその市の市役所の中にスポーツコミッションというのがあるというわけではなくて、外郭団体、どういう、失礼しました、前橋市のスポーツ課の中に事務局がございます。スポーツ課の中に事務局があって、はい、でその市の職員の方がなんかその、はい、事務局員をやっております。何人体制でやられているんですか。3名です。3人とも皆さん市の職員の方ってこと。はい、ありがとうございます。他に案件内で何かあればお願いします。
FM 群馬滝沢と申します。今の関係で、確認なんですが、松島理事長さんは前橋市内にお住まいでということでよろしいですか。そうなんです。私は住まいはですね、みどり市小間間町です。さっきあの前橋 の道場はですね、前橋の本部道場が前橋の西片貝町にあるんです。お住まいじゃなくて、とは別に、道場を前橋にお持ちなんですね。そうです。でそうするとスポーツコミッションとしてはそんなこともあって松島さんにお話を持ってったと、そういうことでよろしいんですか。市内に道場をお持ちだという縁から声をかけさせていただいたんだということなのか、要は どこでつながったんだかが聞いてて今一つ分かんないんで、要はあれですよね、スポーツコミッションの方から働きかけをして誘致したんですよね。だからどう誘致したのか、関わりが何だったのか教えてください。前橋スポーツコミッションというのは、いろいろな全国大会や関東大会規模以上 の大会をですね、前橋市にスポーツ大会を招致するというのが一つ の事業目的にございます。はい。で今回は先生が、世界大会を4年に一度計画なさっているというふうなことを、まあ、情報としてキャッチというと恐縮なんですが、お話を伺いまして、それに対してアプローチをさせていただいて、結果として開催をご決定いただいたということになります。もちろん伺っておりました。はい。でちょうど年が4年に一遍で当たるのでという、そういうこと。そうですね。先生のこの大会については世界大会ですね、4年に1回なんですけど、通常全国大会であれば毎年全国どちらかでやっているものがありまして、そういったものを、まあ、来てくださいということでご招致させていただくというのが一つ目的ですので。他にあればお願いします。はい、案件外で何かあればよろしくお願いします。特にないですか。大丈夫ですか。そしたらお返しします。はい、よろしいでしょうか。案件外もないと。はい、どうもありがとうございます。まあ、いろいろ頑張って、前橋も少しずつですけれどもよくなりつつありますので、これからも報道の立場で、前橋に向かってのウォッチよろしくお願い申し上げます。以上です。以上をもちまして定例記者会見を終了させていただきます。